右手で叩きに行く人、こういう風に外からクラブが入りやすくなるので、ね、何をしなきゃいけないか、左手で振るだけこういう感じ。皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修平です。今日のテーマはね、右手で叩きに行く人、これどうしたらいいかって。利き手って右手なのでね、だからどうしても右手で叩くって当たり前だと思うんですよ。だけどいい場合もあるんだけど、やっぱり右手が前に行ってしまうと、こう叩いてしまうと、こういうふうに外からクラブが入りやすくなるので、まずは右手じゃなくて左手をイメージしていくっていうのが、今日はお話のテーマになります。左手をどういうふうに使ったらいいのかってことね。はい、左手で振るっていうことは非常に難しいんですよ。だけど右よりも左はリードの方、リードが左なんですよ。で右はどっちかっていうと押すっていうふうになるわけね。道具に対して右は後ろにある、左では前にあるってことは、前にあるってことはリードの方ですね。フォワード側、フォワード前に行くっていうイメージね。右は押す、左は引っ張るとか引くとか、こうリードするとか、そういう表現になると思うんですけどね。このリード感を出せると右手っていうのは使えないんで非常に安定しやすいね。だから左サイドをどう使うか、これ結構、上級、中級者から上級者、もしくは初心者から中級者に向かう、徐々にその動きを昇華させていくっていう上でめちゃめちゃ大事になってくるわけで、これね、何をしなきゃいけないかっていうとめちゃめちゃ簡単なんですよ。左手で振るだけ左手で振るだけただ左手で振ればいいんだけど、で振り方っていうのはね、まずクラブをね逆さまにしてただ振るだけ。これねスイッシュドリルっていうんですよ。この名称があるの、ここ左手グリップの付け根を持って、これでただ振るだけ。これで音が鳴るでしょ。これねやるとね、 あなたもそうなんだけど、こうなるの、こうなんかね、こう腕を振るっていうイメージが、ここを振るイメージしかないんですよ。背中から足から全体で振るっていうイメージがないんだよね。なの で振ったらちゃんとこういうふうに肘が L 字になるように練習してください。こういうふうに、ね、でそうすると今度こういうふうになっちゃう人が多いわけ。こうやってこういうふうにね、ちゃんとここは少しだけ手首がローテーションされるの。最後ね、こうなってて見ててよ、左手いったらこういうふうにねじれるからね。まあリードの動きとしてはちょっとねじれる人とめちゃねじれる人と2つあるけどね。めちゃねじれる人はこうフェースのローテーションが強いタイプと、ちょっとしかねじれないタイプ、まあいろんなタイプあるんだけど、この辺はちょっと省略する。とりあえず振ったら右肘、左肘がこう L 字になるように、こういう感じ。これで左手で鋭く振る。でこれがまず L 字にならない人は右手をここに当てがってください、ね、そうするとどっかで畳まないと振れないから、こうね、こういう感じで、で音が鳴るように。そうするとしっかりと音が大体右腰から左腰で鳴ります。でこの時の踏み込む感覚っていうのが、ね、左手ね、左足で踏み込んでから振るように。そうすると足腰の動きも、意識できるようになりますから、こういう感じ。別にこれクラブこっち側の重たい方でやらないでね、やるとちょっとこう怪我しちゃうかもしれないから、こう引っ張られちゃってね。でできてきたらこうティーアップして、僕らだと打てます。こうやってね、ここからこういう風に普通に、あの普通にパチンと打てちゃうんだけど、これかなり難易度高い、うん、全体を使わなきゃいけないんで、はい、ただこれができるようになると左サイド全体を使えてるってことになります。右を使わない、だからまず初めはクラブ逆さまにして左手だけで振る、これだけでも全然いいので、まずいや絶対やってほしい練習ですね。で左手で振りすぎるとどういう、ことになるかっていうとね、
もちろんいいんだけど、これやりすぎると今度はね、左サイド浮き上がっちゃうんですよ。つまりトップするの、ね、今度トップし始めますから、左手でうまく触れてくるとうまく当たることもあるけれどもね。で、トップし始めたらどうするかっていうと、そしたら右手の動きをもう一回やってください、ね、右手は押す動作って言いましたよね、先ほどね、冒頭でね。右手は押すんですよ。つまり右手は押す、押す、上に上がる、これは上げる。だから右手は下、左手は上なんですよ、ね、上に行くってことはトップしやすい、下に行くってことはダフりやすいわけ。だから上と下っていうね、この関係性で自分がどっちに意識を持っていくかですね。こっちに意識が強いときはダフり、こっちはトップ、ダフリトップ、ダフリトップ、どっちが、どっちの成分が自分が今強いのかってことね。でもトップしてるときっていうのはこっちが強くなりすぎて、左手のイメージが強すぎてるんで、右でイメージする。で、右サイドっていうのは基本的にこう低く押していく感じなので、イメージは腹筋を締めるようなイメージなんですよ。なのでこういう感覚、こうやってね、右のイメージってこういう感じ、ここを締めていく感じね、こういうイメージ、こういうトレーニングあるね、こういうね、右を締めていく感じ、こことこうね、近づく。で、左手っていうのは背筋なので逆、こう、こういう感じで、左手上げる感じだね。で、右足を後ろということで言うと、右手を下にっていうことは近づけるかな、お腹にこうやって。そうするとこう、そうすると外から見て、こっちから見ると分かるんですよね、ちょっと外から入る感じになりますよね、アウトサイドに。だから右手使いすぎるとこうなりやすい。だけど背中を使っていくと今度クラブが下に下がるから、インアウトになりやすい。だからトップになりやすい。こっちは外から、こっちは内側から、ね、こういう風にして自分で調整してください。だからトップし始めたらちょっと右手で叩く練習、こうやってね、上から下にこう、こういう風に。で、今度また外から入りすぎたら今度は左手でインサイドアウト、こういう風にしてね、右と左のバランスをとってください。だから両手、片手打ちは両方やっとくと非常にいい感じになりますね。さあ、ちょっと難しかったけど、どう？家でできるでしょ。ちょっとクロスでイメージね、こうとこうね、こうとこう、エクササイズになるでしょ。ドラえもん一緒です。あるあるの質問ね、もうコメントにそれだけ書かないでね、もうね、皆さんね、全部一緒。じゃあそれで踏まえてちょっと最後仕上げに打ってみますね。感覚は左手のまずは動きでイメージしていただくと、こっから左サイドで打っていくというイメージで実際打ってみます。はい、こんな感じですね。左サイドを全体的に使えるようになるとスイングはレベルが上がる、スイングのレベルが上がるんでね、まずこれをやってください。そうすれば距離も、そして美しいスイングね、ね、綺麗になるでしょ、こうやってね、なりますので、ぜひやってみてください。このチャンネルでは僕の20数年のレッスン知識を毎日更新してるので、まずチャンネル登録、そしてコメント、そして高評価ボタンお願いします。それでは今日はこのようで終わります。さよなら。最後までご視聴ありがとうございます。原田ゴルフからお知らせです。原田ゴルフではメールマガジン毎週月曜日発行しております。原田ゴルフから毎週レッスン書が届き、 YouTube の動画の復習、そして圧倒的情報量、それは動画よりも文章です。ぜひともですね、メルマガ登録よろしくお願いします。登録はウェブか概要欄で、こっちか、こっちです、こっちか。登録は初月無料お試し期間です。ぜひとも登録よろしくお願いいたします。